トヨタ自動車、トヨタカローラ店、トヨタカローラ店ディーラーの一例トヨタカローラ店は、トヨタ自動車のディーラーの一つ。カローラ店の通称で親しまれている。1961年にトヨタパブリカ店として、創立、店名にもなっているパブリカが、オート店の販売に移行した後の1969年に、現在の名称になる。ミニバンや、実用型セダン、ハッチバック、 果ては、ダイハツ OEM のリッターカーや同、ダイハツ OEM の軽自動車など、幅広いファミリー層向けの車種を中心に扱っている。ディーラー名は、トヨタカローラのところが多いが、東京都は、トヨタ西東京カローラである。のところには大抵、道府県名が入っている。ただし、同じ都道府県で2つ以上のカローラ店が存在する場合は、その地域にちなんだ名前が入っている。 トヨタ自動車のお膝元である愛知県では中京、愛知、名古屋、愛豊の4社が愛知県全域で展開している。なお、カローラ店が複数ある都道府県では販売会社ごとに担当エリアの住み分けがなされていることもある。1957年に発足した販売会社のトヨタディーゼル店は主にディーゼルエンジンを搭載した大型トラックを扱っていたが、 大型トラック市場でのトヨタ車のシェアの低下に伴い、パブリカを併売するようになった。結果、トヨタディーゼル店からパブリカ店への名称変更が相次ぎ、1989年に最後のディーゼル店がカローラ店になっている。宮城、埼玉、福岡などにディーゼル店を前進とするカローラ店が存在する理由はこのためである。2007年より、 トヨタの各販売店系列のデザイン刷新が行われ、順次オレンジをテーマカラーとしたデザインに改装された。日本でレクサスが発足された2005年以降、ウィンダムが ESA、モデルチェンジされずに廃止されたため、カローラ店からレクサス店へ移行された車種は1車種も存在していない。また、2020年4月30日までは、トヨタの販売チャネルの中で唯一、 東京都を除き、グランエース以外のディーゼル車を取り扱っていなかった。東京都は2019年4月1日より販売チャンネル制度を廃止しており、全車種をトヨタモビリティ東京とトヨタ西東京カローラで取り扱っている。2020年5月に実施される予定である全車種平廃化に伴い、石川県のディーラーであるトヨタカローラ石川は同年4月に トヨペット店系列である石川トヨペットと経営統合の上で石川トヨペットカローラとなった。神奈川県にあるディーラー2社のうち KT グループに属するトヨタカローラ横浜は同年5月1日付で神奈川トヨタ自動車へ吸収合併された。長野県にあるディーラー2社のうち NTP グループに属するトヨタカローラ南進は同年7月1日付で ネッツ店系列である、ネッツトヨタ新州と統合し、n t p トヨタ新州となる。キャッチコピーは、嬉しいこと、全力で。あなたの街のカローラ店。2021年2月現在、カローラセダンワゴンスポーツコンパクトミニバン SUV、商用車系自動車ピクシスシリーズは2020年4月30日までは、ネッツ店及び一部のトヨタ店、トヨペット店との併売だった。 コペン GR スポーツはすべてのトヨタ車両を販売店で取り扱う。工述するが一部の店舗では、ダイハツ車の取り扱いがある。現在、一部の店舗では、ダイハツの車種を取り扱っている。2020年8月現在太字の車種は、海外生産車種。セダンステーションワゴントールワゴンハッチバック SUV。ミニバン、1ボックスワゴンクーペ。 スポーツ系自動車すべて、ネッツ店と一部のトヨペット店、トヨタ店でも取り扱っていた。また、後述する OEM 元の車種も一部の店舗で取り扱っていた。商用車大発車本校では1998年10月以降に販売された車種のみを掲載する。地域区分は公式サイトによる。は2019年現在、トヨタ自動車が70%以上出資している。 ディーラー。かつて存在した、販売店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 。ありがとうございます。